どうも皆さん、こんにちは。今回はまたまたね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。そして今日もね、結構すごいアップデートが来たので、やってみますよ。前回まではね、動物に武器を追加することができたじゃないですか。今回は、動物に動物を追加するんですよ。動物に動物を追加？でしょ、説明しても本当に意味わかんない。多分コメント欄の皆さんね、は？どういうこと？動物に動物？これでもよかったらぜひチャンネル登録、あと高評価もよろしくお願いします。高評価目標1200。行ってみましょう。まずこの大きい恐竜で追加できるもの、新しい武器も追加されたんですよ。動物に動物を追加できるんですけど、新しい動物に追加できる武器も追加されたらしいんですね。こちら。Oh my god。腕ちょっと待ってくれ。僕目腐ってねえよな。腕 ?Oh my god.Oh my god. なんか可愛いな、これ、本当に。人間の腕追加したぞ、お前に。大丈夫か？大丈夫だよな。OK、頑張れ。そしてこれです。アニマルプラットフォームっていうものなんですけど、これを、こういうところに追加できるのね。なるほど。で、この上に、動物をもう一体置けるということですよ。それが動物に動物を追加するって感じのもので、今回は、やっぱり、これ、サラリーマン嬉しそうだよね。サラリーマン一体しか置けないの？サラリーマン一体だけ？お前に全てがかかってるからな。お前に負けるか、勝つか、全てがかかってるからな。任したぞ。お相手は、最強ゴリラでやっていきたいと思います。武器は何にしよっか。なんか追加しよっか、それ。オッケー、こういうことだ。いや、待って。この世界には絶対に存在したい生物2体。いきますよ。楽しみに。3、2、1、スタート。さて、サラリーマン何してくれるのか？サラリーマンは振り落とされました。パチパチパチ。追加された腕を思いっきり振り回す。すげえ。思いっきり振り回してんじゃん。どっちが勝つと思いますか？僕は正直ゴリラが勝つと思います。理由は、ゴリラが好きだから僕は。ゴリラの方がかっこいいから。そしてなんか、見た目的にもゴリラの方が攻撃できてる気がする。いやでも、恐竜についてる腕結構パンチ入ってるぞ。カモン。どっちが最初に倒れるか。おめでとうございます。ゴリラが倒された。ちょっとね、このゲームいろいろ追加されすぎて、何と何を戦わせればいいかほんと決められないんだからさ、適当にやっていきます。ボン。多分ね、見て。ゾウの背中、完璧だ。こうやってプラットフォーム置ける。そして今回使ってるプラットフォームなんか、前回の木よりめっちゃ丈夫に見える。何を置こっかなー。いいこと思いついた。皆さん、こいつら覚えてる？素晴らしいね。爆発するうんこを持ってるゴリラです。面白すぎだろ。そして、お相手はこちら。日本語の名前忘れたんですけど、アンキロソーラス。いきますよ。なんか体がめっちゃ硬くて甲羅みたいになってるやつね。3、2、1、GO! カモン！うんこ投げゴリラ！おおうんこ投げだぞ。そして、一瞬で勝て、いや違う！ゴリラも生きてる。そして、ゾウも生きてるぞ。しかしゴリラはもう死んだかな？ゴリラはもうみんな死んだかな？ゴリラは死にましたね。あとはゾウです。カモン！おお！痛そう。いや、それはめっちゃ痛いだろ。お前どうやって攻撃するのは分かんないけど、お前それ角でしか攻撃できないの？一瞬恐竜が死んだかと思った。ナイス。ゾウ信じてるぞ。どっち？恐竜が勝ちましたね。恐竜も一瞬死んだように見えたんだけど、恐竜が勝ちました。さて皆さん、今日もこの時がやってまいりました。ていうか今日は、この時がやってまいりましたよ。なんとね、動物に動物を追加？いや、アップデートはそれだけじゃないんですよ。新しい動物も追加されました。存在しない動物。じゃあ皆さん、行きますよ。見る準備はできましたか？ 3、2、1、トゥン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 、ダンダランダンダーン、おー！ヘルハウンドです。ヘルハウンド。日本語でなんて言うんだっけ？ヘルハウンドですね。ヘルハウンドです。すげえかっけえだろ。怖いけど。角を追加できるの。前からあった針にちょっと似てるけど、これは動物の角とのことだな。何の動物の角かわかんないけど。オーマイゴー！強そう！そしてこいつを何と戦わせるか。こいつを何と戦わせればいいんだ？ポン！でかっ！待って、サイズの違いがありすぎて、これ、一瞬で化けるかもしれない。いや、だけど、信じるのが大事って僕は習ったんでね。信じます。これやばすぎだろ。やっば。頑張れよ、お前。3、2、1、バトルスタート。どうなるんだ。火を吹くのか、お前。火を吹くのか。オッケー。頑張れ、お前。いや、お前、めっちゃ火ミスってるぞ、お前。いや、やめ、なあ、もうこれ、もう一方的だな、これ。もう頭をかしられた時点で、火を吹けなくなっちゃってるから、火を吹け。火をこいつの方向に吹けよ、お前。火を吹けよ。もう完璧に一方的だったね。はい。ヘルハウンドが勝つのを見てみたいです、皆さん。ヘルハウンドの火吹きで勝つのを見てみたいです。Let's go, boys! Come on! 火を吹け。いや、なんでかじられる前に火を吹かないの、君は。すいません。ナイス。また見せてんじゃねえかよ。カモン、カモン、カモン。恐竜一体死んだ。カモン。イエーイ、ヘルハウンド勝ったぞ。なんか今、あんま見えなかったけど勝った。じゃあ皆さん、ちょっとね、ヘルハウンドこいつに勝てるんですか？ハンマーゴリラに勝てるんでしょうかね？値段は一応同じぐらいなんですよ。僕の予想言いますよ。僕の予想はヘルハウンドが勝つと思います。理由は、恐竜と戦ってた時は、首を掴まれて、火を恐竜の方向に吹けなかったじゃないですか。今回、首掴めねえだろ？こんなちっちゃい手でお前掴めると思ってるのか、貴様。1、2、1、はい、ハンマー投げて、おー、痛かった。いや、でも1回だけだったね。はい、火を吹かれた。ハンマー叩かれてるけど、ハンマーゴリラすいませんでした。あなたは最強です。いや、ヘルハウンドが弱いの？わかんない。サラリーマン逃げる姿を見るのがね、僕は大好きなんですよ。サラリーマン逃げるのか、ちょっと下がってます。いや、気づくのが遅いよ、君たち。いや、なんか、火を吹くのもうちょっと我慢しましょうよ。いや、お前ら逃げろ。なんでヘルハウンドがさ、2メートルぐらいの距離になった時に、やばい、逃げろってなるの？見えた瞬間から逃げろよ。友達が目の前で殺されてんだぞ、お前ら。お前らも逃げろよ。さてみんな、毎回同様、どのサラリーマンが一番最後に生き残ると思いますか？僕はね、じゃあ、こいつにします。理由は、ほら、あいつら全員倒されると思うよ。そしてこっちに来て、こいつが一番最後に倒されると思います。見てみましょうか。じゃあ、こいつの名前、ボビーね。ボビーくん、頑張れよ。お前ならできるからね。見て、めっちゃ恐怖の目で、ヘルハウンドを見ている。大丈夫だからな。やめて。ボビーを殺すな。ナイス。ボビーうまい。ボビー逃げるのがうまいぞ、お前。よくやった。さすが僕が気に入ったやつだ。ボビー、あと4体だ。あと4人だ、サラリーマン。ボビー逃げろ。ボビー逃げろ !NO! ボビー最後から2人目だった。いやー、お前ふざけんな。いや、惜しかったなー。さて皆さん、コメント欄でね、めちゃくちゃリクエストが来ていたキャラクター使います。ヘルハウンドに角を3つ追加しました。そして相手は、悪魔。コメント欄で予想をお願いします。どっちが勝つと思いますか？ 3、2、1、GO! さて、悪魔は角を空に、Oh my god! 悪魔頑張れ。悪魔、これやんねえのお前。これやんねえのバンってやつやんねえの。いや、なんで殴った。別にやらなくてもよかったんだ。ヘルハウンドなんて悪魔にとっての、クソの一つに過ぎないからね。オッケー！それでは皆さんね、今回も見てくれてありがとうございました。ちょっとね、このゲームアップデートされて結構すごいいいアップデートだと思ったんですけど、正直なんか、あんま変わんなかったね。でも毎回このゲームは楽しい。もちろんね、毎回言うんですけど、僕に戦わせてほしい動物、あったらぜひコメント欄でね、リクエストよろしくお願いします。それでは、また次回の動画で会いましょう。3、2、1、アディオス。